皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも、しもむです。いやー、とても嬉しいニュースが入ってまいりました。嬉しいです。嬉しいニュースです。私にとっては。なんと、女性自身さんから、ニュースが入ってきまして。なんと、危ない理科が新作映画撮影開始というニュースが入ってきました。いや、嬉しいですね。アブデカファンの私としてはもう嬉しいですね。まあこれは本当かわかんないですけど、まあ女性自身さんが一応出しました。9月から撮影する予定だと。新しい映画。私はね、柴田恭兵さん、危ない理科の大下裕二、大下裕二に憧れて、幼稚園の頃に警察官になりたいと思ったほど危ない理科が大好きでしてね。ちなみに映画もやっぱりもちろん全部もちろん見てきています。今回がね、第8作目なんですよ、ね、8作もやってるんですよ。7作までやってまして、その7作が、さらば危ない理科って言ってね、まあ、これで終わるって言われてたんですけども、だってさらばがついてますからね。さらばがついてるのに終わるって言われてたのに、女性自身さんが見事なニュースを出していただいて8作目があるという非常に嬉しいニュースでございますよ。いやー嬉しい、本当にこれは嬉しいですね。これが本当だったらマジで嬉しいでございます。まあ、どんぐらいファンかっていうと、私も映画ももちろん全部見てますけど、これ映画ね、これ DVD なんですけど、映画の DVD、こっちから全部1作目なんですけど、いやーもう本当に嬉しいですよ。やっぱ柴田恭兵さんが私好きなんでね、本当に、タチさんも好きですよ。タチさんも好きですけど、どっちかというと柴田恭兵派なんで、私は大下裕二派なんでね、本当に、嬉しいですよね。皆さん、タチヒロシ、柴田恭兵の年齢いくつか知ってますか？タチさん72歳ですよ。そして柴田恭兵さん71歳でございます。すごくないですか？この年齢になってまた危ないデカです。まあ確かにね、さらば危ない理科がです、2016年なんですよね、公開したのは。まあ65とかその辺だったんですよ、56の時に公開して。でさらばだったんですけど、柴田恭兵さんがね、コメントで言ってた言葉があって、本当は70歳超えてからやりたかったと、ね、70歳超えてやればタチさんもセリフを覚えられなくても、まあみんな納得して、でそこはやってくれるんじゃないかっていう、だから70超えてやりたいんですよって、そのさらば危ない理科の試写会の時に言ってたんですよ。それが、ちょっとやっぱ柴田恭兵さんの匂わせだったと思うんですよ。希望、どっかでまだ俺70になったら危ない理科やるぞっていうファンへのメッセージだったと思うんです。でそれを実現させる、72歳と71になって、本当に撮るっていう、これは嬉しいですよ。だから自分はね、それ聞いた時に、さらば危ない理科の時70でやりたいって聞いた時に、ちょっとどっかで期待してたんですよ。もしかしてこれ70であるんじゃないか。70になって、やっと撮るっていうのは、これ嬉しいですよね。で、なかなかね、映画でね、今7作目なんですけど、次は8作なんですけど、これ8作も撮ってるシリーズもんってないんですよね。1986年から危ない理科が始まって、で、2022年じゃないですか。で公開は多分2023か24だと思うんです。早くて2023だと思うんですけど、その年までずっとシリーズもんで同じ役をやり続けるっていうのは、これほどすごいことはないですよね。危ない理科ね、何がいいかというと、やっぱりね、アクションシーンですよ。アクションシーン。2016年のさらば危ない理科でもアクションシーンやってましたよ。ね、舘ひろしさん演じる高山俊樹演じる高野、バイクシーンも見どころですけど、柴田恭兵さん演じる裕二のね、走り。犯人を追う時のダッシュ、さらば危ない理科でも走ってましたよ。バイクアクションもしてましたよ。じゃあ最後の70超えた2人は走るのか、バイクアクションをするのか、これは絶対すると思う。 100% する。それもやっぱ見どころなんですよ。70歳の脚力、70歳の、バイクアクション、これはね期待してますんで見ててほしいです。やっぱすごいです。柴田恭兵さんはね、もうずっと昔からやってますけど、草野球をずっとやってましてね、草野球で脚力を鍛えてますね。もともと足が速い人なんですけど、いろんなチームに柴田恭兵さんって入ってるんですよ。芸能界の野球チーム、いろんなチーム、
自分もこう東京時代、芸人リーグって言って草野球やってたんですけど、いろんなところで聞きます。柴田恭兵さんが来たと。話聞いたのは、たけし軍団の応援かなんかで柴田恭兵さんが来たってチームで。あとは、おぼん・こぼん師匠のおぼんさんのチームがあるんですけど、そのおぼんさんのチームの応援で柴田恭兵さんが来るって。そういうのも聞いたことありました。何回も会ったことあるっていう周りの芸人はいました。まあ、自分は会えなかったんですけど、そんぐらい野球が好きなので、そこでね、盗塁とかでね、足を鍛えてます。柴田恭兵さんの走りが見どころでございます。71歳の走り、72歳の舘さんのバイクアクション、これ見どころでございます。いや、本当に嬉しいでございます。だからね、どういう、流れになるのか、もう「さらば危ないでか」っていうタイトルがついてますんで、タイトルもちょっと気になるんですよ。これ、順番にタイトル言いますけど、1作目が普通の危ないでかですね、1987年。2作目が1988年に、またまた危ないでかっていうのをやったんですね。で、3作目が1989年に、最も危ないでか。で、4作目が1996年、危ないでかリターンズ。で、5作目、1998年、危ないでかフォーエバーザームービー。6作目、2005年、まだまだ危ないでか。そして2016年、7作目が、さらば危ないでかなんですよ。で、次8作目。なんていうタイトルをつけるの？何々危ないでかだと思うんですけども、もうさらばって言ってるから、これがね、本当に今回はもうさすがに最後だと思うんです。もう70超えて、80超えてやってくれたら嬉しいですけど、さすがにもう刑事もんはね、70超えてが、70超えてもね、すごいことなんですけど、ちなみにタイトル何かって、私はもう考えまして、もうこれしかない。さらばの次ですからね、もうこれです。これ確定です。多分私の中で、バイバイ危ないでかです。ありがとうございます。もうこれしかない。さらばの次、バイバイしかないでしょ。さよなら危ないでか。これも悩みました。もうでもやっぱバイバイです。バイバイ危ないでか。いや、非常に楽しみにしてます。ね、危ないでかのファンの皆さんは楽しみにしといてください。いやー、嬉しいです。映画館見に行きましょう、皆さんでね。今回はちょっと危ないでかについて熱く語っただけなんですけど、これで少しでも興味持っていただけたら嬉しいと思いますんで、よろしくお願いします。いや、楽しみが増えていいことです。じゃあ、また皆さん、次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。